こんにちは、池田しおりです。こんにちは、渡辺です。はい、今日は、前回したちょいテクアレンジの応用編のお団子アレンジをやっていきたいと思います。今回はもう巻かずにやっていくので、うん、それで早いもんね。はい、結構もう遅なんですけど、巻かずにやっていくので、うん、時間短縮にもなると思いますので、朝の忙しい時よかったら皆さんやってみてください。息継ぎせえへんと言ったらいいのね。いや、はい、もう忘れちゃうのに、ね、はい、では動画スタート。ベイビーオイルを使います。4滴使います。オイルを髪全体になじませます。ブラシでなじませます。右上から斜め下に三つ襟の部分に向かって分け目を取ります。左側の髪の毛を真ん中に持ってきて、耳下ぐらいの位置で一つに結びます。表面の部分を軽くほぐします。右側の髪の毛を先ほど結んだ横で一つに結びます。右側の髪の毛のこの辺りの位置に空洞を開けます。左側の髪の毛を空洞に通します。右側のこの部分を少しほぐします。前回はここで完成だったんですが、今日はここからお団子アレンジをしていきます。髪の毛を3つに分けます。三つ編みしていきます。ゴムで結びます。毛先はお団子になるように最後まとめます。襟足のあたりに時計回りに巻きつけていきます。毛先を内側に入れ込みます。毛先の部分と根元の部分を今ピンで挟んでる状態で、それで留めていきます。三つ編みした部分と根元の部分を今ピンで挟んでる状態でしっかり留めます。お団子部分をこの辺りとこの辺り2箇所ほぐします。整えたら完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。前回に続いて、ポニーテールアレンジからちょいテクしてお団子アレンジしたんですけど、はい、私がいつも作ってるお団子よりかはちょっと凝ったような華やかに見える仕上がりかなと思うんですけど、うん、三つ編みをして、お団子を作ってることによって、そんなにほぐさなくてもなんかこう形がふわっとできてくれるのもいいですし、ピンで留めてるので結構がっちりしてるので1日キープできるかなって思います。あとそのちょいテクでちょっとこう交差させるところがあるんですけど、前回のポニーテールもやったんですけど、そこをやることによって、なんかほぐしも綺麗だし、ちょっとね、段になるから、形がかなり綺麗になるかなと思うので、お団子ヘアで、あんまりこう、頭の形が綺麗に見えない方、ぜひ参考にしてみてください。はい。はい。ではまた次回の動画で会いましょう。はい、さよなら。